こちらの商品がイージスというブランドが世に非常に強く認知されたきっかけの商品でもあります。でもう6年目になるんですけれども、今年も色は変わらずデザインも少しの変更しかしておりません。ただ機能としまして、こちらの星の絞りですね、こちらを追加して、バイク乗る方が来た時にバタつきが抑えられるようなものを追加したのと、あと反射材を追加したり、細かい部分を追加しました。あとはマジックの素材ですね。よくスポーツのブランドで使うこのツルツルとしたマジックですね。通常のマジックと違って、こちらのいいところがですね、ニットの生地についた時に通常のマジックだとくっついてしまってちょっと毛羽立ってしまったような経験があると思うんですけど、こちらはそうなりにくいようなツルツルとしたマジックになっております。ボンドボンドで、バイクで使われる方、昨年ちょっと水が入ってくるというクレームが何点かあったので、昨年までここにファスナーをつけておったんですが、このような形でフラップですよね、雰囲気しやすいのでフラップにして、隙間をなくしてより水が入りにくいような形状に変更しております。ちょっとトイレはしにくいんですけど、こちらの形状に変わっております。続きまして、こちらのマネキンが着ているイージスオーシャンシリーズですね。こちらももう4年目の商品になるんですけれども、昨年までこちらのオレンジと黒2色やっておりました。こちらは今年のモデルなんでデザインちょっと変わってるんですけども、非常に釣りをされる方だとかに人気だったんですが、一部のお客様からちょっと派手すぎて普段着にくいと、釣りに実際釣りするときはいいんですけど、釣りに行くまでの間着にくい、ウルトラマンみたいな、いろんな意見をネットでいただきました。それは真摯に受け止めて、このデザインが好きな人もいるので、これは買えなかったんですけれども、今年新色でですね、こちらですね、こちらもマネキンが着ているグレーを追加しました。でグレーは反射のプリントも同じ色で目立ちにくく、ただ光が当たれば当然反射します。ギリギリ待ち着でも着れるようなデザインに変更して、ちょっとこちらのカッティングは昨年と変えてシャープな感じにして、ギリギリ普段も着れるようなものに変更したグレー色も追加しております。